澤田さんこんにちは。こんにちは。ということで、あ、今日なんか違う感じだね、なんかいつもと。久々だよね。久々の三好くん、あの知ってる人はいるかな。もう忘れたかもしれない。知ってる人、よし。え、だってもう何年前。もう最初でも 4,5 年ぐらい出てないよ、あのまともには。そう、もともとね、三好くんとかひーちゃんが初期メンバーなんだよね。そうそうそう、最初やっとったね。そうで、なんかあの見てる人も結構三好くん見たいというか、昔ほら、アクアでほらやってん、なんかブレーキとアクセルするんだらどうか、あ、充電しながら走るかみたいなね。そうやったりして、はい、その時のあれの名残で今回ね、まあ、このくらいどうですか、あの廃盤になっちゃったよね、うん、なっちゃって、で今回ちょっと輸入車に乗ってみようということで、まあ、輸入車が好きだから。好き？そうね、好き。あ、好き？だ、今だって輸入車乗ってるもんね。一応ね。そうで、輸入車乗ってみようってことで、なかなかこう輸入車ってほら届かないやん、うん、届かないってか、あの怖いやん、うん、実際どうなのかっていうところを、うん、皆さんにお伝えしようかと思ってこの企画をやるので、はい、で、あとはあの、まあ、この企画やるにあたって今4台ぐらいはやれる車があるんですけど、輸入車はまあノーマルド純正の輸入車提供できるよって方いたらぜひね、提供してください。お願いします、はい、あのまた概要欄の方からお願いします。ということで、今日の車はワーゲンポロ、フォルクスワーゲンポロ、フォルクスワーゲンポロ。この車どう？いいよね。なんかさ、あの昔のポロ覚えてる？うん、覚えてる。あの初期型わかる？あのテールが真四角のやつだよね。あ、そう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 。なんかもうちょっとちっちゃいよね。そう、なんかでもあの頃ってちょっとほらやっぱ普通の車だったよね。私ちょっとやっぱね、サイズ感もこれよりちっちゃいよね、絶対。ちっちゃいのかな、多分。あんまり出来のいい車じゃなかったんですよね、その当初は。で、今回このポロになってから、まあすげえこと、すげえことこれ、うん、デザインやばない？かっこいいよね。かっこいい。あ、でちなみにちょっとこのポロ、いろいろちょっとややこしくて、さっきめちゃ調べたね。そう、調べた。あのグレードが何個かあって、まず一番低グレードが何でしょう？トレンドライン。そう、ポロのトレンドラインってものがあって、それは本当に必要最低限だね。なんかエアコンとかもマニュアルだし。あと何が違った？あとオプションが付けれないものが多い。ほとんどバスだったね。そう、なんか付けたいものが付けれない、うんうんうん、で、このグレードはコンフォートラインって言って真ん中のグレードだよね、うん、ちょうど真ん中。あの皆さんが車買うときにさ、ほら下真ん中上ったら真ん中変わんないたい、うん、その真ん中のモデルがこのコンフォートライン。コンフォートラインで、そのもう一個上にハイライン。それがすごい。そうね、なんでハイラインじゃない、車内では。まあ、車内ね、俺がハイラインだとヘッドライトが違うよね、うん、ここがね、こう光るんですね。なんか下これだと見てわかるんですけど、まずこれハゲロン。ハゲロン。あ、ハロゲン。ハロゲン。ハロゲンが入ってて、そうそうそう、プロジェクターでも何でもないんだよね。そうだね、カサーだよね。そう、まあでもこれはまあ LED 変えるなり何なりすればね、うんうん、まあ問題ないんだけど、でもやっぱりちょっと見劣りしちゃうな、あれと比べると今時だとね、ちょっとね、うん、で、あとフォグがない。フォグない。これがちょっと、これね、でもね、ガラスになってるね。そう、ちょっとレンズになってるんじゃない。なんか、ね、最初だから僕もね、ブラックアウトしてある、なんかこういう加工なのかなと思ってと思ったら、そうそうそう、ただのあのダミーのエアインテークの上のところにガラスがついてるだけで、ね、そう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 。で、あと、コンフォートラインで T… 違う、ハイラインがあって、R ラインがあって、そう、R ラインになるとなんか足回りにこだわったような、なんかスポーツとか設定が変えれるんだよね。なんかね、変えちゃったね。で、そのさらに上に、さらに走りにこだわった皆さんに知ってる GTI、 GTI、 アポロ GTI、ゴルフ GTI ってあるように、うん、一番スポーツモデルですよね。 R ラインが1500cc で、 GTI が2リッター、うん、だからエンジンがどんどん大きくなって、だからこれのハイラインまでは同じ、ハイラインまでは 1000cc。 そう、で、そこから上が、まあ、要はちょっと大きくなって、なんだろう、走り速くなるのかな、ちょっと乗ったらいいか分かんないけど。分かんないね、比べてみると分からない。でも GTI は速いのは確かだ。だってこの車に2リッター積んでるクソ速いでしょ、うん、普通に考えて。まあ、ちょっとそういうレッジややこしい車なんですけど、買うならどれ？俺だったらハイラインかな。だよね、やっぱり。なんかね、やっぱね、ハイラインか GTI かな、まあ、この2択かな。まあ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 、まあ、でも普通の人が買うんだったらコンフォートラインでも。コンフォート、ただ、そう、コンフォートラインってスマートキーとかもないね。ジャックナイフキーなのこれ。 でもね、オプションは可能って書いてあった。オプションはつけれる。そう、ただこのまま買うとキーがジャックナイフキーになっちゃう。そのまんま、うんうん、だよね。そう、何もなんていうの、そのまま買うとこんな感じ。そで、ハイラインになるとここにシフトの横のところにね、ボタンがついてる。ボタンがついてで、なんとこのポロ3気筒、うんうん、ちょっとさ、非力じゃない。だって馬力で95馬力の、これが 17.9 だかな、 17.9 そう、馬力が、95馬力
95馬力のトルクが 17.9kg なんですよ。ってことはちょっとなんかパワー的にどうなのっていう、うん、ちなみになんですけど、まあ日本車でいうとこの、まあ、マーチとかビッツの 1000cc 乗ってるような車なんですけど、乗ったことあるマーチの 1000cc とか。僕ビッツの 1000cc はあるよ。乗った、うん、どうだった、遅くない？ K4 だよ。 K4 だよ、ね、K4 だよ。下手したら K のターボに抜かされん、うん、やっぱねエンジンでかいけど、その分やっぱ K より車体でかくて重たいよね。そうね、踏んだ感じも K だね、だよね、なんか、うん、そうするとそのイメージがあるからちょっとどうなのと思うんだけど、これターボ車なんだよね、うん、ちょっと後でまあ後編がね試乗なんでどうなのかちょっと体感したいと思うんですけど、うん、まず外装見てみてどうよこれ。何をもうこれ一つ目に見て、でもえれえ形とらんこれ、うん、ね、なんかコンパクトなんだけど可愛すぎない、可愛くない、なんて言ったらいいんかな、かっこいい、ちょっと凛々しい顔してるよね。でも凛々しい顔してる、うん、かっこいいこと言うね、なんかちょっと、うん、まあ、全体的にそう凛々しいっていうか、なんていうか、まあ凛々しいし、プレスラインが半端ねえこれ、すごい、ここの角度とかさ、この、うん、とんがってるよこれ、すごいね、カクカクそうみたいな。あとこの横のこういうライン、うん、全部横から前から全部もう変なラインとしちゃいかんけど、うん、なんでこんなトゲトゲしい形にしたんだろうね。なんだろうね、なんだろうね、すごいよね、うん、まあ、でもバンパーもかっこよくない？かっこいい、かっこいい。昔ってやっぱゴルフの方がかっこよかったよね、うん、でもポロかっこよくなってきた、うん、かっこいい。そう、 あとハイライン、アンビエントがつく、あハイライン、そう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 、コンフォートついてない、てかアウディみたいな感じだね、うん、っていうアンビエントがハイラインついてるんだけど、このこれついてないね、そう、うん、オプションも不可って書いてあったもん、それは。あ、そうなんだ、ハイライン以上、ね、以上なのか、ハイラインの標準装備か、うん、でも例えば輸入車ちょっと怖いな、買うの怖いな、なんていうの、壊れるんじゃないのとか思わない？親とかに聞くと大体言うからね、言うでしょ、会社はヤグイっていうか、ヤグイっていうか、言うじゃん、壊れるぞみたいなね。おすすめって言ったらこれあれで、初心者の方とか、まあ、女の方、うん、まあ、おすすめなんですけど、ただちょっとやっぱり弱い点はある、うん、この DSG、 あのミッション、ね、うん、ミッションが DSG って言って、あのワーゲンって少し前からクラッチがついてるんだよね、これイメージ言うとさ、なんて言えばいいんだろう、あのマニュアルを自動でやってるみたいな機械でやってるんですけど、それがまあ壊れるまあ壊れる、うんうん、まだこの方になってからまだマシにはなったんですけど、初代のねアップとかわかる、アップは知ってる、あの辺のやつはマジでやばい、制御も下手くそだし壊れるし、もうとんでもないもん積んだらっていうなイメージ、まあ、俺的には普通に CVT でよかったんだけど、ね、よくない別に CVT で、まあまあね、なんでそうわけのわからんもんつけるのかなと思うんですけど、まあ、その辺かな、壊れるの、ミッションちょっと怖い、心配だって、新車で買ってすぐ調子悪くなった人もいるんだって、と思うと怖いじゃん。そうなんだ。あとこういうプラスチック類、エンジン周りのプラスチック類だったりとか、あ、樹脂系みたいな、樹脂系は結構弱いね、すぐ割れたりするんで、エンジン壊れるってあんま聞いたことないな、うん、なんだろうね。 あとこれもあの日本車と違ってちょっと電子制御の塊なの、これさ、ミラー閉じた時にさ、タイムラグってしまらん、うん、これ CAN 通信って言って、あのなんていうの、信号なんだって。そうだね、スイッチ入れてから遅れて反応するね、うん、だから普通の車とちょっとシステムが違って、うん、その分ちょっと怖い面もある、壊れたらちょっと厄介だなっていう、そこら辺さえ気にしなきゃ、気にするか、修理代がちょっと高つきますよっていう。これ価格帯で新車でどのぐらい、250万ぐらいぐらいだったね、258万だ。だからちょっとコンパクトカーを買おうと思うと少し高いのかなっていう、うん、3つがいくら、普通のビッツグレードで、ベースグレード150とかじゃない、だいぶ違うな、まあ、100万ぐらい違うね、100マシぐらい、うん、100マシぐらい、と思うとちょっと高いぐらい、うん、まあ、しょうがないね、輸入車だから、まあね、うん、そう、どうの、この見た感じ、あり、好き、うん、ありあり、派手だな、この色、じゃあ派手だけど綺麗だよ、綺麗綺麗、最近こういう色多くない輸入車、うん、見て思ったメタリックブルーとかさ、こういうオレンジとか、ね、すごい綺麗なオレンジだよ、綺麗だね、昼間見るとめっちゃ目立つからね、うん、これ、まあどうだろう、女の人向けかな、うん、じゃあちょっとこんな感じで横見てみようか、うん、じゃあそれでは横見てみましょう。さあ、はい、横なんですけども、はい、どうちょっとやっぱここのラインだよね、うん、このラインだよね、そうすげーよね、このラインこのね、下側にもね、そう、全部そこもきれいにね、入ってるんだよね、
これ絶対ぶつけたらやばいやつね。板金が大変だよね。タイヤがちょっとちっちゃいな。外径でかいな。でもうん、なんか最近の車でタイヤの外径でかくない？そうだね。これで15インチだよね。うん、何扁平なんだろう。あ、65？ 輸入車にしてはでも18565だもんね。うん、まあ外径が昔よりちょっとでかくなったなってイメージだね。うんうん、16、15、18インチぐらい入れても全然普通に見れそうな感じだな、これだと。ねえ、ねえ、うん、いいじゃん。どう？あ、それミラーあれもついてるね。この後ろに車いますよって。なんだっけ。あ、ついてるついてる、ついてるついてる。このピタピタピタとか光る、これなんかあるね。なんていう名前だったっけあれ。あのブラインドスポットモニター。本当に？え、ブラインドスポットみたいな名前じゃなかったっけ。わかんない。確かそう、確かそう。まあ深いことは気にせずに。まあ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 。で、うん、あとドアが結構重いのね、これ。ボン閉めるのなんかちょっとあれだね。あ、うん、あ、後ろもちょっと重くない？そうかね。あ、なるほどね。まあ、ペラペラじゃないね。ペラペラじゃない、うんうん、リッツとかみたいになんか、うん、バシャンって感じじゃないよね。感じじゃない、うんうん、やっぱりそこは静かなんじゃない。この感じだとどうだろうね、これ、うん、静かそうだね、うん。まあ、4メートル以内で収まってるから基本的にはどこ行ってもピタッと収まるね。そうね。狭い駐車場、都会とかでも乗りやすい。取り回しはしやすいと思う。あんまりでけえとさ、うん、横もあったりするとさ、うん、困らん。立中杯都会とかほら、こういう田舎はほら、そう、ね、駐車場だなって。実際ちょこちょこ乗るにはね。そうなんだよね、うん。で、これさ、遮音性、あ、違う、これあれなんか入っとるね。ちょっと音が違う、前と後ろで音が違う。なんか違うね、ちょっと、ね、これバンって言わないか、アルミかな、ボディかな。ちょっとこんなから手袋してないかね。え、手袋してないかね。あー、そうだね。素手で触らなくてさすがに ね、うん、まあまあ次回からちょっと何か考える、うんうんうん、こうとかやっぱ気になるじゃん、うん、あの三菱の車分かる？とか K とかバンって言わない叩く。あー、分からん。アウトランダーとかさ、うん、あのアウトランダー持ってる方一回ドア叩いてください、これバンって言うからバンって言うから、マジ でエルシオンとかもドア閉めるとバンって言う。そうだったね、バーンってなる。エリション一回乗ったよね、俺。エリションしてるとバーンってなる。ああ、そうだったね。あ、ちょっとステップワゴンとかそういうのはない、うん、あ、エブリもなるよ、バーンってなんか鉄板が響く音がする、うんうん、まあこんな感じで、横はこんなもんかな。まあかっこいいよね、うん、デザイン、うん、ここに窓ついてるんだね。ついてるね。前の方ってあった？なかったかな。いや、前の方が全然わかんない。でも実際中から見えるのかね。そう。で、あとね、微妙なとこだよね。俺ね、この車ね、あの評論家が喋ってるのね、見たんだよね。まあなんか嘘つくね。まあいいことしか言わんもんね。あのね、うん、てかあとね、見せ方がうまいね、評論家って。あ、この後ろ開けた時にシートのこの足の感覚、肩骨2つ分っ て、 3つやるじゃん、うん、でも実際乗る位置にしてみ、狭い。ないよ実際。狭い、うん、あの正しい姿勢でめっちゃ前にしてキッてやればひどいんだろうね。ちょっと前にやってるんだ、悪いんだから。前にやってると思うよ。 B ピラーよりちょっと前にいるもんね、シートが、うん、だって基本さ、背もたれが B ピラーの後ろに来ない。こうやってそうだよね。だよね。そのぐらいだね。前に持ってくとその分広くなる。あ、だからちょっとそういうのとかがね、なしにしましょう一回、うん、あと、なんていうの、シートのさ、ほらフィッティングがいいだとかさ、言ってるじゃん。まあまあこれちょっと試乗できるんですけど、あ、まあ乗ってみんとね、ペラペラよう嘘つくもんで、うん、じゃあ、まあ、あなたお金もらってるからしょうがない。お金もらってないから好きなこと言い放題だから。ってことでちょっとリア見ようか。はい、じゃあリア見てみましょう。さあ、リア、はい、かっこよくない？かっこいい。ちょっとフォードにね、んスポーティーじゃない？ね、ちゃっかりね、うん、このテールの光り方ちょっと変わってるよね、これ。この字にね、なんかここ三角になって、アクリルじゃない、なんて言うんだろう、なんだろうね、これちょっと変わってる、こういう光り方ね、うん、てかさ、どこ見てもやばくない？このエッジっていうの、なんかこういうエッジが効いてるっていうの、なんかこのラインだよね、なんかなんて言うのか知らないけど、フロントサイドリア全部どこにでもある、これ、うん、ここら辺の段差もそうなんですよね。うん、ここすごいよやばいよね。あとバンパー入ってるし、ね、全部ここもすごいプレスラインバッチバチ出てる感じ、ね、すごいね。よし、1個嫌いなポイントがあるっすって。え、1個嫌いなポイントがあるっすって。あ、カメラが開くとこ。そう、あの開き方ね。うん、
れさ、やだよね。どうなの、で外から出てさ、何なんか開いてよって思わない？じゃあ運転してると別にいいんだけど、あれ外から見たらここがウィこうなってんすこうなってんすか、みたいな、ちょっと開いちゃったけどちょっとなんかやだね。そう、なんかワーゲンはなんかなかったかな、何だったかな、 BM なんかだったかな、違ったかな、わかんない。結構こういう丸い系のこのエンブレムの車ってウィってなるよね、なんかウィってね。そう、バンパーもかっこいい。このバンパーの下の樹脂の部分、ここもちょっとスポーティー感があってね、うん、これさ、ここら辺にマフラーガーニッシュつけてさ、マフラー出してほしかったな、これやっぱレクサスみたいにこう。意外とでもあのさ、なんだっけ GTI とかさ、ってんのかな、そういう、なんかここなんかほら、ここなんかくり抜く感じになってない、なんか形的に。ちょっと見てないんですけど、なんかちょっとわかんないけど、ついたらかっこいいなと思った、ね、うん、ちょっと撮らなくてもいいか、うん、これ BM これあるよ、一応こうだよね。え、そうだったっけ、開かないんだけど、あれ開くよ、開いた開いた。これすごいのって、ここ広い広い、トランクめっちゃ広いの。そうね、コンパクトカーね。でもどうなんだろう、他のコンパクトカーはあんまり見たことないんだけど、どう？俺ビッツにね、ちょっと乗ってたけどね、うん、ここまで広くないないもの、本当にちっちゃい、奥行きがある感じ、本当にちっちゃい。まあもうちょっとどうだろう、本当、うん、もうちょっと背もたれこっち来てるもんね。あ、でも奥行きはもう十分あるよね。ただ、うん、なんかちょっと思うんだけど、この人なんかもったいなくね、このスペースね。スペアタイヤのキットいいけど、うん、修理キットが入ってるもんね。これ海外のタイヤが付く国もあるのかな、選べるとかね。あ、なんかちょっと修理キットにするかタイヤにするかっていう、ね、タイヤが入りそうななんか、うん、スペース、タイヤ入れる形だもんね、そう中が。これさ、うん、もう日本ちょっと分かんない、選べるか知らないけど、だったらカバーにしてそのキットがこう収まる場所を作って、うん、あ、物を置くスペースを作ったらこんだけ深いんだよ。そうだよね、これ無駄なスペースやんきりって。無駄だね、多分分かんない、これオプションしてないね、こんな、この左右ね、もうちょっとね、うん、そうなんだよ、ちょっとなんか、あ、でもここがタイヤのハウスなんだ。あ、それはしゃあないわ、しゃあ、しゃあないね、これしゃあないな、これはしゃあない、うん、なんでここと下にこの日本車だってね、洗ってないかな、こうなんかゴボってカバーになって、このほら、うん、キットが入ってここに荷物が入ったら最高じゃないと思ったんですけど、まあ、難しいね、価格帯的に。まあまあまあ、でもさ、250万ぐらいする車だよ、うん、ついててもよくない？まあね、ちょっとなんとも言えないかなまあね、こんな感じで、うん、なんとも言い難い。意外とね、しっかりしてるね、うん、これあれついてないの？ってやつついてない、俺もやったもん、ついてやったんだついてなかったまあね、こんな感じで、あの全体的に見てね、まあかっこいい、うん、かっこいい、か今っぽいよね、なんか、うん、今っぽい。やっぱり、ね、女の人受けがいいのかな、うん、乗りたい、買って乗ろうと思うよ、微妙やっぱ GTI とかで買おうと思ったら、かな、このコンフォートは俺ちょっといらないかな、うん、ハイライン、うん、以上ハイライン、ハイラインが一番でもハイラインかちょうどいいぐらいか、 GTI どっちかね、うん、買うんだったら、はい、うん、こんな感じで、じゃあ後編は試乗インプレッションしてるか。じゃあ今日はということでこの辺で、はい、また次回さよなら。So I said no no no, it was supposed to be my plan, so kill, what did you do to me? I killed a no one to free for champions, I can't believe you're trolling. I killed a no one to free for champions, I can't believe you're trolling. Wait a minute!